皆さんこんにちは。本の旅の案内人久米沙織です。皆さんノークリスチャンのお友達に聖書を勧めたりとか、または聖書ってこういう本ですよっていうことがこう詳しく説明されているような、そういう聖書の解説書とか、そういうのをこうお渡ししようかなと思った時に、もしかしたらちょっと堅苦しいと思われないかなとか、聖書とか宗教信仰ということでちょっとこう躊躇されちゃったりとか惹かれちゃったりしたら どうしようかなという、そういう心配があったりされる方結構多いんじゃないでしょうか。本当にこう聖書を一冊渡すのもとても素敵なことですけども、聖書の言葉をすごくこう楽しくまた簡単に読んでもらえたら、それも御言葉を、紹介する素敵な機会になるんじゃないかと思うんですけども、そういう皆さんに今日はもうとっておきの、ご本をご紹介したいと思います。本というよりもこれ御言葉が書かれてありまして、漫画もついている、これ日めくりなんです。カレンダーだと、2018年は2018年しか使えないんですけれども、日めくりなのでもう本当に毎日、そして年号に関係なく使っていただくことができるという、すごく便利なそして楽しいものでございますけれども、今日はですねこの作品を書かれましたイラストレーターでパフォーマーでもいらっしゃいますパント大吉さんと一緒に本の旅に出かけたいと思います。はい、それでは今日は、こちらの日めくりの作者でいらっしゃいます、パント大吉さんに、スタジオにお越しいただきましたので、早速お話を伺っていきたいと思います。どうも初めまして。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パントって呼んでください。はい、じゃあ大吉さんじゃなくて、はいはい、パントさんで、はい、行きたいと思います。1957年熊本生まれ博多育ち。バンドマンを目指し上京、その後すぐにディスコバンドのプロサックス奏者になられ、現在フリーランスのイラストレーターとしてご活躍されているパント大吉さん。時折パフォーマーとして自身のサックスとギター奏者の2人組で音楽とパントマイム、マジックを合わせた愉快なショー、笑って御言葉でショーを展開されています。今日の本の旅、笑って御言葉と猫と笑って御言葉は、漫画と聖書箇所が一体となった日めくりです。聖書の御言葉を毎日気軽に楽しく読むことができます。ノンクリスチャンの方へのプレゼントとしてもおすすめです。パント大吉さんのパントっていうこのアーティストネームというか芸名というか、これは どこから来てるんでしょうか。もともとね、はい、パフォーマンスを、はい、だけをやってる時期がちょっとあって、はい、その時にパントマイムとかやって、はい、そっから来てるんです。ああそうですか。パントさんでももともとサックス奏者というかミュージシャンをされていらっしゃる、音楽もされて、すごいね、上京する原因がもともとサックス関係だったんで、はいはいはい、それででもね、厳しいあれなんで、途中でそういう仕事がなくなって、ほんであれですね、はい、パフォーマンスやったりイラストやったりっ、パントマイムもされて、 そしてパントマイムもお出来になって、イラストもお書きになって、漫画も作られてて、もすごくなんかこう、そうなんですね、多彩なもうタレントがいっぱいあって羨ましいんですけど、じゃあパントマイムから来てるパントさんなんですね。あ、わ、はい、かりました、パントマイムから来てるパントさんです。じゃあ、はい、今回この、日めくりなんですけども、はい、結構最近聖書の言葉とか聖画とかっていう日めくりのパターンがいくつかあるみたいなんですけど、ありますね、こんなになんか楽しいというか、こう御言葉だけじゃなくて、漫画ももちろん楽しめる、で御言葉をなんとなくうふっとこう笑くすっと笑っちゃうような、なかなか楽しい漫画がついてる、このタイプは私初めて読ませていただいて、もうまるでこの中に出てくるお父さんとお母さんがいるんですけど、もうほぼ自分たちのことだなって、自分たち夫婦だなって思いながら読みました、ね、そうですよね、はいはい、このね、大体このうちらの世代ね、はい、パントさん1957年生まれでいらっしゃって久米58年なんで、ほぼね、あれですね、アラカンぐらいに、はい、にしときたいと思うんですけど、もう本当にそう思いながら読ませていただいたんですけど、はい、まずこの、日めくりの内容とコンセプトをもう一度パントさんの方からご紹介お願いします、はい、内容はですね、はい、基本的にあれなんですよ、
こう御言葉があって、はい、うん、その前に漫画が4コマ3コマこうあるんですけど、はい、微妙に御言葉とずれてるんですよ。ずれの面白さみたいなところ、はい、要するにね、はい、御言葉をねそのまんまこの説明的に漫画にすると、はい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 、正直ちょっとつまんないんですよ、はい、うんうんうん、ちょっと硬くなっちゃう、はいはいはい、でそこにこうずれの、はい、あの味をこう微妙にちょっとこれしあはいはいはい、わかります。ちょっと違うけどなんかおかしいな、ひねってる感じが、そう、ひねってる感じで、はいはい、もう全てそんな感じですね。あ、すごい、でもわかります。なんかこう御言葉のメッセージだけじゃなくて、うん、こう読ませていただくとユーモアもこう直球というよりもちょっとこう飽きたなっていう、こういい感じでこう交わしたくなるのような感じで来てて、うん、だからなんですね。私も最高だったのが、うちの息子 の, あの好きな聖句がたまたまあの入ってたんですけど、それあの求めなさい、そうすれば与えられますっていう御言葉なんですけど、それを本当に一生懸命求めて、求めたものがまるで与えられるんじゃなくって、お父さんがあれですよね、一生懸命求めて、もしかしたらあれがあるといいなと思ってたのは確かオムライスだったんじゃなかったかなと思うんですけど、お父さんはね、オムライスを今日奥さんに作ってもらいたいなと思っていて、食べたいなと思っててね、奥さんが何か欲しいものあったら言ってって言うんですよね。でも多分お父さん一生懸命祈っておられたんじゃないかと思うんですけど出てきたのはエビフライだったっていうね、あのもう大笑いしましたけど、はい、そんなちょっとこうねずれてるんです、ね、ちょっとずれてるところが面白い、面白いと思います。なるほど、だからコンセプトもそこだけですね、はい、とにかくこう笑い、はい、うん、はい、親しみやすさ、もうここです。はい、御言葉も、新約もあり旧約もありっていう感じだったんですけど、うん、でも意外と箴言とか伝道の書とか、意外なところ言ってるでしょ、はい、詩編とか、はい、意外となんかこうクリスチャンでもない人が知ってる話って、なんかノアの箱舟とか、一般的にこう知られている御言葉というかお話があると思うんですけど、はい、パントさんのこれは多分クリスチャンの方というか聖書をこう親しく読まれてない方には出会うことがないような箴言とか伝道の書とかを選ばれてたのはすごく不思議だったんですけど、それは昔からお好きだったりとかしたんですか？あ、もうね、基本的に、はい、こう今まで何回かこう読んできて、はい、自分にこう引っかかった全部言葉なんですよ、はい、だから、はい、とりあえずはこうメモして、はい、まあ、要するに御言葉、受けた御言葉ですね、うんうん、それをこうメモしておいて、はい、で置いたんですよね、もう何十年近くね、うんうん、でこの話が来るというか、こういうものを作るなんて全然思ってなくて、ただこうかっ、うん、まとめておいたんですけど、はい、で実際これを作ることになって、はい、やっぱりほらね、自分がこう貯めてきたこの御言葉をです、はい、こうイメージしていってです、はい、こう形にしていったんで、結構あちこちに飛んでるんですよ、聖書の、はい、あ、はい、すごい幅広いなと思いました。はい、言ってるんですよ、ね、あ、なるほどね。今もちょっと伺い始めたその制作のことなんですけども、はい、作品の、まあ、制作から今度こう出版という形に至ったその経緯をもう少し詳しく教えていただいてもいいですか？あ、これはですね、はい、ちなみに命の言葉社さんとは、はいはい、まあ、少し挿絵を描くぐらいのつながりはあったんですね、はい、でもまあそんなに深いつながりはなくて、はい、で打ち合わせとか、まあ、メールとかで、はい、僕のこのなんかちょっとずれてるキャラクターをよく知っててくださって、はい、でなんかね、はい、今までにないなんか新しいものを、うん、パントさんなりではのなんか考えて作ってみてって言われて、うんうん、まあ、白紙状態でね、はい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 、ほんで、まあ、もちろん御言葉に関係してね、はい、で任せてよと、はい、僕もその時空っぽだったんですけど、
で大体ね 3日目にはね、うん、何作か作ってプレゼンしたら、はい、いやこれは面白いということで、で、あのオンスターとしてタタタ、だから割と短期間でね、はい、そのこの黄色い方ですね、はいはいはい、は行きましたね。こっちですね。ま、笑ってる言葉の方、はい、これ去年の6月ぐらいですかね。ああそうですか、はい、あのこれあれなんですよね、ただこうやってこうめくって読むだけじゃなく、こうやってめくって読むだけじゃなくって、これ後ろがこう今あの組み立てませんけど、組み立てられるようになってるんですね。三角形になってね。でこれ多分パタッとこうテーブルの上に立てられるようになってるんですよね。でもうずっと使えるカレンダーみたいな、はい、日めくりカレンダーですからね、はい、これあのパントさん、カレンダーじゃないから結局、ま、毎年いけるっていうか、 そうなんですよ。それがすごくいいですよね、日めくりって。あ、いいんですよ ね。そうなんです、皆さんね、これはあの ここに穴がありまして、こう 壁に吊るすことも、ね、うんうん、できるし、あの卓上で使うこともできるという、はい、すごいもう至れり尽くせり の仕様なんですけど、うん、はい、とにかくね、あの笑いながらね、御言葉をね覚えられるからね、はい、これあの本当自分で言うのもなんですけど、おすすめですね。おすすめですね、はい、私も本当にもう笑いながらというか、で御言葉も覚えられたし、そのちょっとこう御言葉通りじゃないっていう、なんかこう優等生な説明じゃない漫画のストーリーがついてるっていうのが、もうすごくこう、でもそのひねりっていうか、そのスパイスが効いてるために御言葉を忘れることがないっていう、はい、それがねすごいなと思いました。あのそのどうやって御言葉を選ばれたのかっていうのはちょっと 今お聞きして、うん、パントさんが、まあ、読まれていって心に残ったりとか、はい、まあ、多分気に入られたりとかしたものをこうメモって、うん、あの御言葉を貯めていらっしゃったということなんですけど、はい、またそこに漫画をその多少ずれていたとしても漫画をつけるというか書いていく作業っていうのがすごく難しいように思うんですけど、うん、あのいわゆる御言葉の通りに説明した方が 楽なこともあるじゃないですか。そうなんですけどね、で今回本当にこう微妙にいい感じでこう笑いも誘うし、ちょっとこうほろっとしちゃうようなあのストーリーも、ね、あの、あるので、どうやって漫画をこうつけていかれたのか教えてください。これ、ね、基本的にこう メモあるじゃないですか、はい、で本当メモね、はい、要はこのサイズのメモにこういっぱい書いて、これはまた違いますけどね、はい、あったメモありました、こんな感じ。あ、いいんです、その大事なものを私たち見てしまっていいんでしょうか、はい、であの、まあ、散歩したりですね、はい、あと自転車乗ったり、電車乗ったりしてる時に、はい、うん、こう何回かこう転がすんですよ、頭の中で、はいはい、ね、自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい、うん、なんかだんだんラップ調になってきて、はいでこうそしたらこう なんかねこのはい、キャラクターがねこう転がってきてね、だいたいこう組み合わさっていくんです、はい、で自分でふふって笑ったら OK だなと思って書き始めるんです。あ、なるほど、うん、なんかじゃああれですね、こう転がってこうパントさんの脳裏というかイメージにこう湧き上がってきたものが、はい、どっちかっていうとギャハハってこう大笑いして大受けするっていうよりもちょっとウフっていうかニヒっていう世界なんですね。ウフフフですね。ウフフフぐらい、はい、それぐらいですね。あ、でもだからなのかすごくこう心に残るだけじゃなくって、普通御言葉って、うん、あ、そうだと思ってありがたいと思ってあのいただいて、でもやっぱりちょっと経つとすぐあの悲しい、ね、もので、うん、すぐ忘れてしまうんですよね、どうしても。でかといってあの聖書ってそんなに一日に何回も何回も何回も開いたりできないので、そうですよね、あの、うん、あ、本当にありがたいと思ってこれ神様からねいただいた御言葉だと思っても、そうですよね、なんか散歩歩くと忘れちゃうぐらいの感じなんですけど、そうですよね、あのこの日めくりは結構漫画のイメージっていうか漫画のストーリーを多分覚えていて、それで御言葉が、あ、そうなんだっていう風に入ってくる、逆から入ってくる、来たりするね、あの旦那さんの背中をさおかみさんがこうやってカレーって書いたりね、はいはい、で、あれ、あ、その漫画は何だっけみたいなね、はい、逆からこう来ることがあるんですね。あ、してあのね、自分にしてほしいこと人にもしてあげなさいって あれだったみたいなことになりますよね。そうですね、あ、そう、うまい具合にこう
はい、できてますねそこはね。でも僕もね、はい、あの笑っちゃったんですよ。はいはい、自分で笑ってどうすんのって。一応ね自分で笑ったこの加減で、はい、あこれまだいまいち笑えないなっていうのはやっぱボツるんですよ、ね、あなるほど、はい、一応だから選び抜かれて勝ち抜いたのが なるほど勝ち抜いた勝ち抜いた御言葉と漫画の作品ということですね、はい、まあ、たくさんの思いがもうこの日めくりには込められていると思うんですけども、うん、特にこういう思いを込めて作られたというようなことがあれば教えてください、うん、あ今もちょうど出たんですけど、はい、一番好きなのがね、はい、自分にしてもらいたいと望む通り一人もそのように死んな、はい、さあいっちゃっちゃ、はいはい、ルカの福音書6章31節、はい、それラップになってました今、はい、ありがとうございます。これのねこう、この御言葉が要は自分で僕自身もその何ていうのかな割と教会でもそうなんですけど、はい、割とこう明るくちょっと笑いを込めてメッセージしてもらったりすると嬉しいんですよ、うん、はいはい、なんちゅうかでなのであ、はい、じゃあ僕もそうだ明るくこう笑いに包んで、うん、その笑いも本当にこうこれを聞かせて やれるのは多分僕しかおらんやろうなと思って、はいはい、もうあれ質問何でしたっけそんなことでしたっけ。いやそういうことで全然はい、はい、全然 OK ですこの日めくりに込められた思いということで、うん、はい、そうです、うん、そして本当あれ、うん、一般の方々にとにかくプレゼントしやすいもの、はい、もうこれが一番、うんうん、なんかほらちょっとまあちょっとあれですけど真面目なのっていうか、はい、ちょっとあれだと、はい、なかなかこうプレゼントしにくいんですよね。そうですよね、うん、御言葉の入ってるものをこう、はい、友達とかね、うん、僕ギターの友達とか、はい、管楽器の友達とかに、うん、はい、なかなかできないじゃないですか。もうこう聖書のね御言葉どうぞ読んでくださいっていうのは、ね、ちょっとこう勇気いるし惹かれちゃったりしたらどうしようと思っちゃいますよ ね、はい、これだとすごいもう気楽にできて、うん、で僕は今普段はイラストレーターで、はい、一般の出版社の、はい、方といっぱいお付き合いしてるんで、うん、はい、でそういう人にも平気で勧められるんです、はいはい、で逆にあパントさんってクリスチャンだったのっていうことになるんですよね。 あそうなんですみたいな感じ。あなるほど。 でもそれ素敵ですよね、うんうん、で自然に証になってる、ね、あなるほど。普通、ね、どっちかっていうとこうなんだろう宣教というか伝道するときって逆で私クリスチャンなんですけどよかったらこれ聖書の言葉が入ってて読んでくださいっていうことが多いじゃないですか、はいはいはい、でもこのパターンだと逆でちょっと楽しいからどうぞ読んでみてくださいって言ってお渡しした方が御言葉に親しんでくださって、うん、あそういえばクリスチャンだったのって逆にこう言ってくださるような、うん、証ししなくても証ししてくれちゃうみたいなとこはありますよね。そうなんですね。でそのためにはやっぱり笑いがいっぱい入ってるから、うん、気楽な笑い、はいはい、もう本当気楽に呼んでもらえるもんね。全然ね、うん、でも私思ったんですけど どこの夫婦でもっていうかこれクリスチャンとか仏教とかね無宗教とか関係なくもう多分私たちぐらいの世代のご夫妻だったらどこの ご家庭にもあるような、そうなんです、お話がたくさん出てるじゃないですか、うん、なんかこれがやっぱりこの、うん、笑って御言葉のこの日めくりのなんかものすごい大きな、そうですね、うん、いいところっていうか長所というか特徴のような気がするんですけど、全然無理してないそのね、うん、一緒のところっていうね、はい、うん、ねまあ、ちょっと、パントさんのイラストレーターって普段の、はい、お仕事 のお話も伺ったんですけども、あとパフォーマーとしても活動されて、はい、いらっしゃるんですけども、
普段のそのパフォーミングとかイラストレーターのお仕事の、状況もどんな感じなのかちょっと教えてください。基本的には、はい、こうちっちゃい事務所を借りてもうほんとコツコツとです、はい、イラストのとか漫画の仕事はコツコツと地味な作業なんで、はい、どのことですか、はい、パソコンで、はいはい、肩も凝って ありましたよね。あれ50型って60なのにっていう、はい、でパフォーマンスの方はもともとさっきも言ったようにサックスで僕上京してきたもんだから、はい、それをやっぱ続けてて、はい、でパントマイムとかあって、はい、でこの笑って御言葉を出すのも相まって今笑って御言葉ってショーって題名を作ってギターの人と2人で音楽と笑いと、はい、パントマイムとあと最後に御言葉がこうみんなにもう一つに絞ってるんですけどね、御言葉をね、はい、こう行くようなショーを作ってるんですね。でそれで楽しい。でもまだねそんなに宣伝全然してないんで、はい、ほんとちょっとしかやってないんですけど、すごく受けますよ。いや笑って御言葉でしょうはぜひ見てみたい拝見したいです、はい、はい、音楽もきっちりやってでもこれバカもいっぱいやってバカをいっぱいやらないとね、はい、子供たちとかついてこないですからね。あ、いやいやいや、でもなんかこうイエス様も、まあ、聖書の中でしかお会いしたことがないじゃないですか。でもなんかイエス様も多分ユーモアとかそうそうお好きな方だったんじゃないかなってイメージする時がありますよね。ありますよね。なんか弟子にね雷くんとか名前をなんとかあだ名つけちゃったりとか、なんかそういうこうイエス様にも結構ユーモアが分かる方だったんじゃないかなと思うんですけど、多分、はい、僕のイメージだと、はい、イエス様ってやっぱりすごい、まあ精霊の力もあるから人がついてあれかもしれないけど、はい、うんうん、やっぱ本人がこう肉としている時に結構ね、はい、パフォーマーだったと思いますよ。そうですよね。多分すごいパフォーマーですよね。すごいですよ、うん、ね、すごいですよね。回収が丘の上にガーって来た時に、はい、考えてみたら、はい、あそこでこうイエス様が喋ってるのがずっと何万人のあっちのよくスピーカーもなしに聞こえたなとか、はいはいはい、マイクないですもんね。マイクないですかね、はい、まああれ、まあ、精霊のあれであれなんでしょうけど、はい、すごいなパフォーマンスと思いますね。すごいやっぱりこうパフォーマンスにねパワーがあったんじゃないかと思うんですけども、うん、はい、命の言葉社さんの、この毎月発行されている命の言葉の、はいはい、この中にもともと猫と聖書とコロコロとっていう連載が あるんですよね。で今年からかな。今年からスタートされたんですか。これまだ5回目か4回目ですね。なるほどね。この笑って御言葉の次に、この猫ちゃんが登場で猫と笑って御言葉、はいはい、これがもしかしてこの猫と聖書とコロコロそうですね等をつないでくれるものですか。そうなんです。この、ね、はい、猫が、出てきて、はい、ちょっと不思議な力を持ってる猫で、はい、夫婦のあるあるな場面を見てて、はい、ピンと来たら聖書をめくって、うん、ルカの福音書6章31節とか言ってがぴったりだにゃーと言って終わるんですけどね。はいはい、猫から私たち御言葉を教えてもらってるっていう感じそんな感じになるんですね。なってるんですよね。うん、じゃあこの、まあ、命の言葉に連載されて猫と聖書とコロコロとの拡大版というかそれがこっちにこう なってきてるっていう感じ。いやそれとまたどっちかというとこっちの方が拡大あっちが拡大版、うん、広げた感じですかね。ああそうですかそうですか、うん、はい、そうなんですよ。はい、ありがとうございます。たくさん御言葉をもう好きな御言葉がたくさんある中からこういくつか選んで、うん、ここまでこう逆に凝縮して作品を作っておられるパントさんなのでやっぱり
私も番組を見てくださってる皆さんもどうしてクリスチャンになられたのかなっていうことを皆さん聞きたいと思うので、証ですよ、ね、はい、ちょっとそのあたりも聞いていいですか。はい、ざっくり言うと、うちの娘が小学4年生の頃かな、はい、同級生に、はい、家庭で、はい、ご家庭でホーム教会みたいなことをやってらっしゃる、はい、方がいて、はい、でそこに娘がほら友達だから入り浸って、はいはい、でクリスマスの時に、はい、ね、来ないとか娘が言うから、はい、パーティーやるからね、はい、行く行くって、もうそういうの好きだから、はいはいはい、そういうの好きだから、うんうん、いや行く行くとか、はい、じゃあクリスチャンのお宅っていうか、お宅に初めて行くのパーティーに、うん、全然じゃあその時も聖書も何にも興味がない時ですよね。ほん、はい、で、まあほらね、要は友達ん家に遊びに行くような気持ちで、うん、はい、お世話になりますみたいな感じで、はい、そしたらすごいね、熱い先生でね、はい、牧師先生の家だったんですか。ね、牧師先生だけど、その一般にちゃんとっていう形ではないスタイル取ってるので、ホームチャーチみたいな、お家で、まあ、ホームチャーチで広げていくみたいな、はいはい、たらなんかね、すごくもうやっぱりこう熱心に、あ、でも僕もほら素朴な疑問いっぱいあったんで、はいはい、だいたいなんで十字架にこんなことに なってんのみたいな、はいはい、そんな素朴なこと、はい、バンバン聞くわけですよ、はいはい、ね、そしたら、はい、もう真摯に答えられて、はあ、で、まあ、まあ、また賛美がねすごくこう大声でね、はい、賛美して、で、まあ、そうやって何ヶ月かこう行くようになって、それから、はい、ある賛美してる時に、はい、急になんか来てしまいましてですね、なんか急に来ちゃったなみたいな感じ、なんかこう触れられてしまったというか、なんかなんかハートをつかまれたというか、うん、捕まえられてですね、はい、それでもう、ちょっともうかみさんも娘も一緒に、はい、3人で一緒に、じゃあもう、ね、すごいですよ、ご家族みんな一斉にとか一緒に、うん、息子はまだちっちゃかったんです、うん、別でした、やらなかったですけど、はいはい、だからそのあれね、バプテスマ用のあれ買ってくれて、用意してくれて、へ、こんなホームでね、はい、べちゃべちゃになりながら、じゃあ いわゆるこうお水の中にお風呂みたいに入っちゃう、バプテスマを、うん、そうなんです、受けられて、はい、シャンプーないのとか言いませんでしたけどねドライヤーないのって、ああそうですか、そうなんですよ、で、まあ、それから日が経って、ちゃんと町のね、東村山の、うん、キリスト教会の方に席を移して、はい、現在に至るなんですね。ああそうですか、いや私いろんな方のこうゲストの先生のどうやってキリスト教に出会われたんですかっていうお話はたくさん伺ってるんですけど、ちょっとパントさんのそういうご家族でっていうか、それももろ、ね、牧師先生にいきなりこう十字架のこととかいろいろ素朴な疑問全部こうぶつけられて、そこからまた答えをいただいて、うん、でご家族で割とこう同時期というか、うん、似たようなタイミングで洗礼受けられた方って、めったにないですよね、っていうか初めてです。それでずっと そこからもう今に至るまで皆さん教会生活をずっとされて、いやいや、それがね、それまたあるんですよ、はい、僕も、席移してから地元の教会に行って、はい、でね、で僕パフォーマンスで教会で呼ばれたりすることも、はいはいはい、あったんで、こうで他の教会に行くちょっと癖もあったりして、はい、そうしてたらね、はい、自分の席のある教会にね急に行かなくなっちゃった、はいはいね、はい、で一回行かなくなるとすっごい行きづらくなっちゃって、うん、こりゃとかもちょっと心に引っかかりながらもう何年か過ぎて、はい、ほんであれですよ、うん、これができて、はいはいはい、できたからほら届けなきゃとか思うじゃないですか、はい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 、でそれでねまた教会生活が元に戻りました。なるほど、ま、本当に日めくりさんの おかげでまた教会ともこうつながっていかれるっていう、なるほどね、よかったです、はい、パントさんの
今後のビジョンを教えてください。あ、はい、僕はね、この笑って御言葉をですね、はい、一般の書店でね、はい、やっぱりこう広く置かれるように、うん、一般の方にどれだけこう広く、広めて、うん、御言葉ってもう聖書ですからね。そうですよね。これで聖書に触れることになるわけだから、はい、こんなこの気軽にっていうか、うん、いいグッズはないと思うんで、はい、その祈ってますねそれは ね、 ね、 いや、でもね、一般に広くってこれ、ね、パンドさん、フォレストブックスさんで、はいはい、なのでフォレストブックスさんのご本って割とキリスト教書店さんじゃないところでも拝見するので、多分皆さんの町の本屋さん、キリスト教書店がない地域もたくさんあるじゃないですか。だからね、探していただいたり、ガンガン皆さんがまた、うん、ね、ご注文いただけると、本屋さんが置かなきゃっていう気になりますので、ぜひ皆さん、はい、普通の本屋さんにでもパントさんの本欲しいのということでね、ぜひご注文をいっぱいかけていただければと思います。最後なんですけども、はい、イベントが7月の14日から31日まで、銀座の教文館さんであるということなんです。銀座です。はい、ちょっとそのあたりアピールしていただいていいでしょうか。はい、個展スペースというところでされるんですか。教文館さんに、はい、3階にちょうど展示スペース、個展スペースがあって、はい、そこを、もうあれですよ、7月14日から月末まで2週間以上ですね。すごいです。はい、パントさん使ってって、いや素敵です、オファー来て、はい、おお、そんなことあるんだと思ってですね、うん、もう喜んでやらせていただきます。はい、銀座の教文館ですね。銀座の教文館、はい、銀座の地下鉄の駅から近いところですよね。いい場所にあるんですよ。もういわゆる銀座の4丁目という、ね、ど真ん中のデパートの三越さんの、うん、ね、斜め前あたりで、松屋さんもありますね、デパートさんがね、はい、素晴らしい、いい場所にあります。僕昔ね、あそこの ストリートで、はい、サックスをフリーで吹いてたことが時期が半年ぐらいあって、結構こんな人集まってましたけどね。あ、素敵です。でもだんだんそういうことができない時代になっちゃってるんで、今誰もやってませんけどね。はい、だから教文館さんのあるあたりでやってました ね。あ、そうですか。じゃあ昔はパンドさんサックスを吹いておられたけど、うん、今はまた違う形でタレントを ね、 ね、はい、発揮されているということ で、 で、ね、あそこって日曜日はまだ歩行者天国とかに、歩行天にはなるんですけど、はい、あれなんですよ、パフォーマーがいないですね。あ、なるほどね。昔は多かったんですけど、ね、はいはい、多かったです、うん、今はほとんど見なくなりましたね。じゃあ皆さん、ね、銀座に歩行天で歩行者天国でブラブラとこう銀ブラじゃないですけどお散歩に行かれるときはぜひ7月14日から31日までですね、はい、銀座の教文館さんの、3階でいいですか、3階の個展スペースがありますので、そちらで、この猫と笑って御言葉、こっちですね、はい、猫と笑って御言葉、パンと大吉展、ぜひ皆さん、一応トークショーもね、2回、トークショーを2回やりますね。はい、そうそうそう。それは7月14日から31日までの間 で、 そうです、ね、これからじゃあなんかこう教文館さんとかフォレストブックスさんの、はい、なんかこうホームページとかフェイスブックとか なんかチェックしたら、はい、わ、はい、かるんですね、はい、じゃあ皆さんそれもぜひ、トークショーが2回やってくださるそうなので、ぜひチェックしてみてください。今日は本当に貴重なお話をたくさん伺うことができまして、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。普段はですね、ここでゲストの先生に作品を読んでいただくんですけども、今日はこの作品の朗読という形ではなくって、パントさんの作られた紙芝居用の作品がありますので、その紙芝居を読んでいただきたいと思います。そして皆さんと一緒に本の旅ではなくて紙芝居の旅を楽しみたいと思います。猫と聖書とコロコロトーン、生返事の巻、はあ、ちょっと散歩行ってくるね。うん、いってらっしゃい、気をつけてね。 いい天気だな今日もな。
あなんか幸せな感じだにゃ。ロロロロロ、うん、電話だ。はいはいはい、私だけど。何？うん、うんうん、ねえあんた今夜さ、あの簡単なしゃぶしゃぶにするからさ、あんたの好きな具材買ってきて。はい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 、分かった、了解了解。はいはい、ああ雲が可愛く浮かんでるね。うん、はいはい、じゃあね。はい、雲を見て一句。春の雲、シャンプーの泡、売り二つ、なんてね、うん、しばらくして。ただいま、買ってきたよ。はい、これガサ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 。あんたね、なんでしゃぶしゃぶにシャンプーがいるのよ。え、しかも2本も。え、関係ないでしょ。むむ、あばばばばば、ブブブブ、あばばば、にゃ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 、シャキン、タタ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 。この状況にはズバリ箴言18章13節、よく聞かないで返事をする者は愚かであり恥を見るがぴったりだにゃ。おしまい。今週のブックスケッチです。本当にあのパントさんのお人柄がとってもとっても魅力的で、こちら側も本当にスタッフの皆さんもみんなこう楽しくなっちゃうようなあの収録でした。あっという間の30分でですね、もっともっとお話を伺いたいことたくさんあったんですけども、とにかくあの楽しく御言葉がもう覚えようなんて思わなくても、毎日めくっているうちにあの脳裏に残っていく、え、あれって何だったっけなとか、 あれは箴言だったかなとか、 あれはあの詩編だったかなとか、そういうふうにうまい具合にできているので、ぜひぜひ皆さんあのこの、御言葉をあの日めくりをですね、買っていただいて、あとプレゼントにもすごくいいんじゃないかなと思います。ご紹介したいところがたくさんあるんですけども、特にこの、猫と笑って御言葉の最後の方にですね、パントさんが書かれた後書き のとても素敵なあの言葉があるので、抜粋してご紹介したいと思います。終わりに、九州に僕のおふくろがいます。親父は還暦前に亡くなってしまい、それからずっと一人暮らしをしています。年に一度帰れるかどうかわからない僕は、一日おきには電話をかけ、何でもないことを長い時には1時間以上も話します。そしてお母さんとパントさんとの、こんな会話なんですけども、お母さんがこんなことを聞かれます。よか言葉やね、これもあんたが考えたねと聞かれ、いや違うとよ、それは聖書の中にある言葉たい、それを面白く漫画にしてみたとよと答えると、そうね、これやったら読みやすくてよかね、よう考えた場合ね、面白かねとしきりに感心してくれました。お袋と同じように笑いながら聖書の言葉に接することができてよかった、もっと見たい、読みたいという嬉しい反響が多く寄せられ、この第2弾ができた次第です。さらに多くの方に御言葉に接してもらえたら、こんな感謝のことはなかとです。パント大吉ということでですね、ぜひ、この2つの、御言葉のシリーズ、笑って御言葉と、それから猫と笑って御言葉、この2つの日めくり、ぜひ皆さんも買って、ご自宅の、机の上に置いたりとかですね、それから、壁にかけたりとかして、毎日めくって御言葉と親しく暮らしてください。それではまた次回本の旅でお会いしましょう。ありがとうございました。